よし、今日は CF やってきます。あれ、なんか音がおかしいな。こんばんは。あ、こんばんは、ブーツさん。来ていただいてありがとうございます。ブーツさん、今、何されてるんですさて、か？お披露目会ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。アーキトさん、アヌギさん、ありがとうございます。そうですね、バペ使ってみます。なんかね、設定がね、今日私も何でしたっけこれ、これか、ドラフト放置してたらね、設定がね変わってて、なんか一日ディアブロやってて、今泣きながらスタバとやってます。泣きながらっすか？なんで泣きながら、なんでなんすか？ もうディアブロ楽しいですよね。私もね、これやっぱり明日は泣きながらビビライやる予や。定です。そうなんですよ。ディビライどうしようと思って。皆さんがディアブロにハマってるのは嬉しいですね。クランは作るんですか？ああ、木戸さん、クランって、クラン、ああ、クランって、クランって何ですか？ これか。これオンにしとかなあかんな。これなんか全部音が変わってるな。私分かってないですよ。クランって、あ、なんかありましたね。あれって何なんですか？これ何するんでしたっけ？今作から PVP や PVE が強化されてるので、クラン戦とかあるかもですね。PVP？ パーティーみたいなもんですよああ。ね。プレイヤー VS プレイヤー？プレイヤー VS E って何やろ？ PVE って何やろ？ちょっと調べてみよう。PVE。プレイヤー VS エンバイロメント。ああ。ええー、あ、そうなんすね。コンピューターのこと PVE って言うんや。こんああ、ばんこんばんは、は。カジカジさん。パーティーみたいなもんです。ああ、なるほど。何人、チームみたいなもんか。何人作れるんかな。何人でもいけんのこんかばんは。な。ああ、ティーニさん、こんばんいは。おり萌えさん、今日も良い波ですモね。グさん。ティーニさん、ありがとうございます。来ていただいて。パーティー組むと経験値が増えるので、かなりお得ではありなるまほすど。ね。そうなんすね。こんばんは。ああ、すいません、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。すいません、先日あれ、なんであしたっれ、け、あれ。おちん坊様でした。失礼こしらまこしら、た。モグさん。何でしたっけ、あれ。プロクラブありがとうございました。また同じチームでもやりましょう。よし。今日はね、6試合か7プロク試合。ラブ？プロクラブ。プロクラブ、プあロとクラはブ。装備のトレードとかもできるはあ、ずです。装備のトレードか。あれ、カメラ変わってる。やばいやばい。チェックしなかった。こちらこそありがとうございました。ぜひぜひまたやりましょうね。セイマさんと差し物結構久しぶりでしたよね。これめちゃくちゃ守りづらいですね、普段と違うから。
そのカメラのがパスコース見えるけど守備厳しい。あ、自分今日配信してました。あ、そうなんすか。今度遊びに来てください。それは知らなかった。すいません、チェック不足でした。今度見てみます。 YouTube で。あ、それは知らなかった。今度アーカイブ見させてもらいます。私結構アーカイブ見るの好きで。このカメラすごいやりづらいですね。なんで、違うゲームみたい。本当やパスコース見やすい。オッケー。Twitter でお知らせできなかったので知らないのが当然だと思います。そうなんですか。そうなんですね。これや。これでいいかな。とりあえず1点入れられてよかった。いつもこっそりやってるのでしょう。あ、そうなんですね。どうやって見たらいいんやろ。末丸さんのあれですか、プロフィール見たらわかるかな。わかりますか。乗ってますね。あ、わかりました。今度ちょっとチェックします。ごっこ CEO こんばんは。あ、スクラッチさん、スクラッチさん来ていただいてありがとうございます。CEO スクラッチさん作ってますやん。あれ何でしたっけ、ロナウジーニョアイコン。よう作れましたね。あれなかなか、あれ難しくないですか。コインが、コインというかコインも使ったって書いてありましたもんね。あ、表示がおかしくなってる。相手の、ちょっと相手の方は悪いですけど、これでいいのかな。コインは70くらい使いましたよ。あ、でも70くらいでいけたんですか。70くらいでいけたら全然いいですね。じゃあまたフレームしましょうか。私もバペ買ったんで、スクラッチさん。スクラッチさん、だいたい何時ぐらいまでゲームされてるんですか。ていうかスクラッチさん、ストリートファイター買ってましたね。スクラッチさんがやるんやったらちょっと私もやろうかなって。ちょっと Can you play Champs for me? For a sub? Nice to meet you. Thank you for coming to my stream and sorry, I can't understand your comment. Sorry, wait. バテよりロナウジーノのとこをお見せしましょう。お、お、言いましたね。あ、for me? あ、sorry, I can't.
配ってってことかな、私のためにってことは。それか一緒にやってってことかな、 CF を。 4A サブナウ、4はサブな、あーサブするからってこと、あーソーリー、私の CF やってくれってことですかね。4サブっていうというか、サブスクするからやってってことなんかな。ティンさんありがとうございます。あ、やっと思った。サブアカの、サブアカのサブちゃんのことです。サブちゃんのことヌルキーさん、サブちゃんって、やぶね、北島じゃなく三河屋の方です。三河屋のサブちゃんあれやな、サザエさんや。来たー、あー来なかったー。Can you play champs for me? For a sub? そういうことか。そんなんもあるんですね、海外。同点か。インチゲームはだいたい1時くらいまでかな。ああ。次の日夜勤なら 3.4 時くらいまでやるときもある。あ、そうなんですね。ちょっとねまたねスクワッシュさんとフレマしたいなと思ってて、こいつ誘っていいかなっていうのを思ったんです。また唐突に誘いますんで、よかったら相手してください。ストリートファイターどうですか。あ、ごめんなさい、スクラッチさん。OK。ごめんなさいね、相手の方何度も。おかしいんですよ、設定が。これやったかな、インディケーターだけやったかな。唐突によろ、スト6はね全然うまくないんだけど、ワールドツアーってモードがおもろい。へえ、こんばんは、バンハンバー。ああ、スイさんありがとうございます、来ていただいて。ワールドモードってアーケードモードみたいな感じなんですかね。なんかダイボーさんツイートされてましたけど、結構難しいってね。
and return to Modric. Mbappe. Verratti now. Messi. Now with Hakimi. And a good challenge to bring that attack to an end. 今作から操作がクラシックとモダンが選べて、モダンは必殺技がワンボタンで出せる、はい、へえ、それって面白いんですか、それワンボタンで出て、まあ初心者用ってことですかね。まあ FIFA もありますもんね、2ボタンみたいな、そんな感じか。まあ確かにハードル高いですもんね、初心者でも簡単にできるように戦闘。うわ入った今のケイン強いですね。スキムワンボタンモードはないですか。ああ、それ欲しいそれね、欲しい本当にヌキさんね。もうなんかこのデュアル先制地でワンボタンでね、エラシコ出るとか機能欲しいんですけど、あの任意のコマンド出せるみたいな、せめてそんなんないですけど。あー、やってしまった。あー、やられた。うわー、やられちゃった。今のはちょっと失敗したな、守備。流行りの5-4位置ですね、相手も。必殺技出せてもガードされちゃうからね。あ、そうなんですね。やからね、奥深いです。あー、なるほど。そうか、ガードで必殺技が防げるんか。 OK、 なんとか同点。あと5分。わあ。スト2って今日昨日出たんでしたっけ？まだじゃあ高いか。スクラッチさんがスト2か、スト2じゃないか、スト6買うのちょっと意外でしたね。体験版ありませんでしたっけ。あ、そうなんですね、体験版あるんか。体験版でスト 6? スト 6? いや、ヌーキーさん、格ゲーは敷居が高いなぁと思ってたんだけど、はい、昔から梅原好きで動画めちゃくちゃ見た。ああ、梅原さんって聞いたことある。あ、そうなんですね。体験版でも対戦できるのかな。でもあかんか、体験版で対戦できてたら あかんかね。どうしよっかな。で、重い腰を上げてみたんです。あ、そうなんですね。ちょっとなんか意外でしたね。ディアブロはどうですか、スクラッチさん。Tさん、洋芸ダメって言ってましたもんね。Tさんも多分好きやと思うけどな、やったら。
ディアブロ、まあ不親切やからゲレーロもやっぱ軽い、だいぶ軽いな。調子どうでしょう。調子そうでしょう。ちょっと前に似たようなゲームの体験版をした覚えがあります。あ、そうなんですね。結構ねティーニーさんハマると思いますよ。ティーニーさん結構ああいうコツコツすんの好きそうやし、ロー RPG も好きやから。ストロクとフィーファでお腹いっぱいでしょ。まあまあ確かに、まあ確かに、ね、今週は先週以上にポジティブにやるぞという目標を立てました。素晴らしい。ホライゾンの DL 終わりました。ああホライゾン DL いいぞ。あれ絶対面白いですよね。ちょっと思ってやれてないっていう。ワンがね結構ね歴代でも結構好きだったんですよ。あれあれ珍しくというか、ああいうオープンワールドにしては結構戦闘というかねがしっかり作られてて、あのモンハンみたいにアクション要素が結構強いですよね。スカイリムとか結構なんか一つネガティブなこと言うと、はい、耳の中がとてつもなく痒くて今慣れてません。耳の中がとてつもなく痒くて、薬塗りましょう。抜きた。的確。アドバイスが的確。確かに。確かに薬塗るのが一番。ライゾンの位置をトロコンしてからやるつもりだったんですけど、ね。トロコンすか、マジすか。的確だね。ね、的確でしたね。トロコンすか。すごいなティーニーさん。あれトロコンきついっすよね。あと2つくらいでした。あと2つくらい？あ、そんなにいったん？フィーファの息抜きにスト6やる感じですね。ああ、なるほど。あんまりフィーファやらないと下手になるの嫌だからね。ああ、わかりますそれ。後で2980円で買った耳の中を覗けるやつで覗いてみます。後で2900 そんなんあるんすか？ああ、カメラ付きのあれですか？耳栓じゃない、耳かきみたいなやつかな。確かにそうなんですよ。フィーファ離れるとね、ちょっとね。お、スクラッシさんも心はフィファですね。そうです、そうです。ね、私もそうです。いやらしいもの買いましたね。いやらしくないですよ全然。わかりますわかります。卑猥です。なんで？来た。あ、来てない。今のは来てほしかったな。今のは来てほしかったですね。この方、ここのランがうまいんですよね。なんじゃその穴の中見れるやつ、わしも欲しい。スカイちゃん来ました。1のトロフィーまだ8個もありました。そんな変わらへん、そんな変わらへん。8個でもすごい。ティーニーさん結構やり込みますね。あれストーリーも良かったですよね。来た。あー、嘘ー。酔わないかだけ心配です。ああそっか、結構安く売ってますよ。ワイドハーツなんだか Wi-Fi 接続で覗けるような仕組みだそうです。Wi-Fi で。あ、嘘嘘。ショック。今のはショックやな。
り抜けた。ねえ、すり抜けちゃいましたね。こっちも。あー、惜しい。惜しかった。惜しかったな、今の。まあ、仕方ないな、これは。すり抜けます。成績ゼロ一。悔しいな。これは悔しい。これは悔しいですね。まあでも守備ちょっとダメでしたね。私ちょっと見返しておこう。これはうまかったですよね。こんばんは。あ、こんばんは神様様。体調どうですか。もうだいぶ良くなったってツイートされてましたけど、だいぶじゃないか、ちょっと良くなったか。これはやられた。また熱が上がってましょう。あ、また上がってきてるのが大変やな、神様様。神様様でもやっぱり熱が出ちゃうんですね。これいけると思ったんですけどね。やっぱフィジカル弱いからあれなんかもしれないな。体調、神様様、体調悪いのにありがとうございます、来ていただいて。やっぱりもうちょっと攻撃の選手が欲しいですね、サブに。誰かおらへんかな。コッコさん、ディアビ使ってますか。あ、ディアビね、使ってないんすよ。外しちゃったんすよね。それ今ディアビまさに入れようかなってちょっと思ったんですよ。ポルトガルリーグになったらエウゼビオ来ますか、ね、あ、そっかそっか、ティンさん、もうちょいっすかね。私もそれ待ってるんですよね。あ、マネか、マネ、もうちょっとドリブルから。ディアビ使うたびにコッコさん思い出します。あ、本当ですか。シルバ、シルバじゃちょっとね、メッシの控えがいないんですよ。ちょっと合う感じの。スパサブと言っても買うことはないんでしょ。そうですね。W もう引くことを考えてます。やっぱディアビかな。ディアビ逆4、逆3でしたっけあれ。絶対操作感好きだよなって毎回思います。そうですね。ゼビオ使いやすくていいよね。あ、ゼビオ使いやすいね。あ、サンチェス強いですけどね。あ、サンチェス。アベレージなんですよね、サンチェス。だからちょっと重かったんですよね。ディアビ強いです。ディアビ強い。そうですよね。ディアビはショートリーンなんでね、ドリブルはいいんですよね。やっぱディアビかな。逆3なんですよね。まあでもディアビの方がいいかな。ついでにスモーリングもクソ強いです。あ、でもゲレイロの方がシュートはいけるんか。あ、スイさん、そっか、スモーリングね。やっぱりでもさっきゲレイロ外したけど、ゲレイロを信じようかな。そうやな、ゲレイロを信じようか。私 S のディアビ使ってます。あ、 Y さんいいな、 S のディアビ欲しい。やっぱりこうやな、 S ディアビいいですよね。ハキミを。あ、コムさん来た。コムさん、やっぱりでもメンデスと交換してください。マジっすか、全然交換しますよ。そんなS ディバラもいい感じです。スイさん、あ、そっか、ディバラいいっすよね。そうなんですよ。ディバラか、ね、贅沢なんですけど、ディバラか、ベンイエダをサブでね、メッシの代わりに出したいんですよ。なんとか当てたいんですよね、その2人。まあ、ベンイエダさんはアルティメットでもう一回来ますかね。
I'm Derek Ray on the commentary gantry and sharing duties with me today, Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up. It's the Rockets up against Wolves. Well, Derek, in their last match, they were just off the pace. They need to show a lot more quality today. This should be a good game, though. Here's how it looks for Wolves. Marc-Andre ter Stegen in goal. Oh, Derek, quick moment here. And what a magical save it was! いいなあ、リバラ。ベイエデルポムで使ったことがありますが、それですら強かったので、ね、S 当たったとか少しでも使えばよかったと後悔してます。ああ、打っちゃったんか。そっかそっか。私もあのポトムはね、サブでメッシの代わりに使ってたんですよ、一時期。コッココッココッコ。ああ、コムさん、なんでタイムしたんやろ、向こうの方。スモーリングワーグさんがティアリストで SS にしてました。お、そうなんですね。 SS ですか。まあ、能力だけ見たら、あれ、なんで切ったんやろ、この人。これって没収試合になるんでしたっけ。そうやな、募集試合な。急な来訪者かもしれません。なるほど、そうかそうかそうか、それありますね。私もたまにそれあります。チンチン触ってたら盛り上がったんで。ヌーキーさん、え、そんな余裕ありますか、試合中に。おかしい、おかしい。盛り上がって引っ込みつかなくなったんですね。いやいや、チンチン触ったら熱も下がりますかね。こらこらこら。カイエさん、あ、神様様か、ごめんなさい、神様様。それなんか嘘情報ですよ、それ。こんばんは。こんばんは。S バテさんの調子はどうですか。あ、たけしさん、ありがとうございます。いいですよ。まだね、加入していっても決めてないですけど。ドリブルがやっぱりボトムよりだいぶ軽いなって感じますね。あ、やった。S バテくれ。あ、たけしさん、新しいの来た。たけしさんも当てちゃいましょう。まだある11人で戦うんですから、得点が全てではありません。あ、Y さん、そうですね、おっしゃる通り。おわ、やられた。おー、やばい。いるだけでケアせざる得ないですからね。そうですね。ああ、なるほど、確かに。
ああ。あと、あそこはやっぱワンクッション。いりますね。ああ。いまだに金でも26万コインするから相当シーンでしょうね。あ、まだ26万もするんですか。バーやられた。ふぅ、サンマクシ落ち着いて落ち着いて。金バテ使ってみようか今更考えてます。あ、そうなんですよ。ポトム Y さん作ってなかったんでしたっけ。あ、新しいのになった。作ってないです。作らない方がかっこいいみたいな中学生的発想です。中学生的発想。いやいやいや、まあでも私スカット中学生が考えたみたいなスカットですからね。流行りに乗らない俺かっこいいみたいな思考で逃げてました。もう分かりますよ。タックもそういうとこありますよね。バペは使わないみたいな。ついに初ゴール。ついに初、え、嘘。Y さんついに初ゴール。あれ入る。ねえ、私もあれ入ると思ってしまいました。えい。あれファールか。僕が考えた最強のスカッド。そうです。本当ね、中学生が作ったようなスカッドなんですよ。小学生ですよね。むしろこれでクリスチアーノ・ロナウド入れたらもう。やーい中坊。やーい中坊。ほんまそんなスカットですもんね。もう少しエリア内のファール取らないようにしてほしいですね。あ、ジョッキーでぶつかっただけでファールになったりしたらたまらないっすよね。確かにあれはちょっとね、あれキッカー変わってるのおかしいな。嘘、見てなかった。ガイア、オッケー、ラッキー、助かった。なんとか1点返したいな。まずはバペ。私も1試合に1回 TK 与えます。 W、 マジですか竹下。あれ竹下さん、それなんか変なスライディングしてるんちゃうんですかそれ。大丈夫ですか竹下さん。大丈夫ですか。でもやらかすの多いな気はしますね。
www 普通に当たってるてねえ、よくね、あのラモスがねファール 今は使ってないですけどするなという印象はありますね。そういえばこないだプロクラで開始8分くらいでレッドもらいましたマジっすか。ティニーさん、ティニーさんがレッドってイメージないな。スライディングか、時々でもスライディングされるからそれでかな。やっぱケインフィジカル強いですね。今やっぱりフィジカル99の選手多いですよね。アフターでスライディングは行ってしまって、ああアフター、なるほど、それで入っちゃったんですね。あえて累積とかなあるんですかね。プロクラブはないんかな。ユーマさんもレッド食らった時次普通に出てたかしら。ないです。ないか。ティンさん、でも話変わりますけど、オクトパストラレベラークリアしたんじゃなかったでしたっけ。それぞれのあれか。ああ、いっちゃった。柔らかよくゴーを制す、重力ゴーを制す。そうですね、私その戦い方何でしたっけ。それぞれはクリアして、その後のラスボス。ああ、そっかそっか。で、攻略サイト見ない主義なんですけど、見よっかなと思ってっておっしゃってましたっけ。そうかそうかそうか。金さんも忙しいですもんね。 あれやこれやゲームがあるから。そうです、攻略サイト見て武器やらを強化してレベル上げ完了して、これからボスです。その準備は確かに。シャワー浴びてきます、綺麗に洗ってきます。Y さん報告ありがとうございますあー、うそん。おお、いて。いた、潰された。こっちやばいな、これやったら2敗やな。来た。あー、スカーも行ってみよう。 FA カップ見てきます、お疲れ様でした。あ、木戸さんいい、ありがとうございました。またディアブロもしましょう。
ぜひぜひ、ぜひぜひ、もう少し先ですが。あ、そうか、木戸さんはあれか、あの先行なしで やられてるとおっしゃってましたね。あとあのあっちがシーズンが本番って言ってましたもんね。シーズンどうなんなんでしょうね。中盤はねしっかりボール持ってるんですよね。そっからなんですよね。ハヨホテンの赤金よこせ。あ、さあ忘れてたそれ。ねえ、疲れてた。あ、危ない。これ危ない。おお、すごい。このクソめ。あのケイン強いんですよね。ボコボコにされましたね。おゆおゆだおゆ。え、だってさ、あ、困難してきたこの方。負けちゃった負けちゃったやばいですね。ダッシュさんありがとうございます、来ていただいて。戦績ゼロ2、かわいそうなやつだ。まあ仕方ないですね、いろんな方いますからね。それはおっと、あ、ごめんなさい。あ、ダチさんありがとうございます、サブスク。お、ダチさんも7ヶ月ですか、ありがとうございます。なんだかんだでもダチさんとももうすぐ。ナイスサブスク、ありがとうございます。ダイパン、違います違います、携帯落としたんですありがとうございます。もうすぐ1年ですよね、ダチ。 いつやろうな、ダチさんと初めて。ちょっとダチさんとの DM 見てみようかな、最初の。あ、しまった、もう始まる。携帯パン、携帯パン、あ、ネクさんもう7ヶ月か、腐れ縁ですね。そうですね、まあ、本当にワン君がきっかけですもんね、あの情報局。ダッチさんが情報局始めたぐらいやから、あれ22位の時ですよね。だからもう本当にもうすぐ1年。情報局ちゃうねん、フィファコー2倍り。あ、柳さん、え、情報局じゃなかったでしたっけ。無料案内所だよ。あ、無料案内所、サブスク童貞です。あ、やられた。案内所、案内所か、無料案内所。おお、危なかった。さあさあさあ、ダッシュ、ダッシュ気をつけて。エッチな名前でしょ。危な。本当ですね。無料案内所やったか。コッコポイントが29,000に。おお、すごい、コムさん貯めましたね。コムさんありがとうございます。29,000、すごいな、コムさん。ああ、当たっ、使い道が、使い道が。おいすおいす、あ、スムさん来ていただいてありがとうございます。昨日死んでて暇だったので配信助かります。いい、すいません。スライクしましょうか。悪魔4配信はまだですか。悪魔4配信はね、配信しないんですよ。え、
辻村さん、スナイプしないでください。でも辻村さんのアドバイスでね、今バペと、ロナウド入れ替えて使ってみてるんです。どうです？どうです？まだね、2敗、2戦して2敗中なんでねまだあれなんですけど、この試合もね、あら W、 早速1点入れられてるんですよ。であとね、タイミングフィニッシュをね、辻村さんのバー見てるっておっしゃってたんで、バー出すようにして、ちょっとね、今日何回か練習してたんですよ。CR さんがコッコさんの転売ツイートリツイートしてました。あ、本当ですか、ありがとうございます。 CR さんってあのプロの方、お、嬉しいな。それは嬉しいな。プロではないですが、プロと互角の方です。あー、うまい方か。あー、あそこはもうちょんトントンってやつの方がいいな。あれより私出せるかな、ヒールトゥーボールロールの方が。昨日 VC 入らなくてすみませんでした。あ、いい、そんな。ダッチさん全然、ダッチさん待ってたのにね。え、まあ待ってたは待ってましたけど、まあダッチさんもいろいろチンチン触ってたら配信の時間でしたこらこらこら、ダッチさん彼女できたんかと思いましたよ。さすがにブロンズでコイン増やしましょうとは書けませんねそうですね、まあやっぱあれもね、限界が。この前のあのジョスイさんのやつでちょっとね、ダッチを彼女できたん、どこまで。さすがワイメッシやな。 ありがとうございます。ワイメッシできてないっすよ。なんかどこまでやっても大丈夫なのかな、ちょっと怖くなりました。うわー、嘘、ケインだよね、だよねってなんすか。ダッチさんのこと煽りました。あ、煽ってないです、煽ってないです、コッコさん煽ってないです、煽ってないです。そういうところは敏感ですね煽られました。煽ってないです、煽ってないです。コムにも普通のブロンズ転売は大丈夫だと思いますよ。あ、まあ確かに。ふざけんな。ジョスイス、探してます。ハートのビッグ。あー、レモンさん。しこられましたか。ありがとうございます。嬉しい、レモンさん。今日はありがとうございました。ちょっとごめんなさい、まだ返せてないんですけど、リツイートしていただいて。レモンさん、この間プロクラブの時、試合ダメで残念でしたね。相手いらっしゃいましたよね。選手名で引き手じゃない方でしこりました。ほら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 、もうダッチさん煽ってないよ、ダッチを。何でしたっけ、レモンさんの名前っぽい選手いらっしゃったんで、これハチミツレモンさんかなと思ってたんです。不慣れ感出しました。不慣れ感そもそも自分初で200コインを1万コイン転売だとまずそうですが、どちらかというと漁夫乗りなので。はい、こらこらこら、いました、いましたね。ありがとうございます。またお願いしますね。ぜひね、またケンさんにはお話ししてるんですけど、また交流戦したいなというふうにおっしゃ話をしてて、今はプロクラブハマってます。お、いいですね、面白いですよね、プロクラブ。ティンさん、そもそも自分初で200コインを、ああ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。ジョスイさんおっしゃってましたもんね、安く買ってそのまま CF の選手出してたっておっしゃったんで、やっぱあれが通常の価格と乖離した
あの価格でのやり取りっていう風に取られたってことですよね。だから先週コロナ以来の風俗行きました。こらこらこら、柳さんじゃない、ごめんなさい、間違えた。コンボさん何言うてんの。びっくりしたわ、もうコンボさん。いきなり爆弾発言。柳さんが風俗行ってことになった。ごめんなさい、柳さん間違えた、煽ってる、間違えた、ごめんなさい。Y の最初やっちゃ込むやな。いや、ちょっと飲みが盛り上がってさ、勢いでね。そうなんですね。やられた、またケインにやられた。今のはちょっと雑な守備してしまったな。僕はプロ童貞です。あープロ童貞、私も行ったことないんですよ。コムさん、そういうのあれなんですね、平気というか意外ですね。ちょっとは童貞です。辻部さん、うっそん。結婚してんのに。ここは FIFA の配信。あ、すいません、レモさん、レモさん、すいません、すいません、レモさん。コムは素人童貞。すいません、すいません、そうなんですよ、 FIFA の配信。夜遊びは一通り経験した。レモさん、久しぶりにそれ言ってもらえて嬉しいな。あ、そうなんすか、そうなんすかじゃないっすよ。ブチ殺すぞ、ダチオ。ここは童貞の集まりです。いやいや、割とね、既婚者多いんですよ。柳さんも、柳さんも結婚してますやん。あれ、柳さん結婚してますよね。みんな童貞ですよ。何のなんですか。ヒョウダロ柳さん。ヒョウダロ、ヒョウダロ、表だろ。結婚してますよ。ですよね。私はもう卒業生です。卒業生。ベロだった。いいな。素人は卒業しました。あ、そっち、そっち、柳さん。そっちしろ。僕だけ童貞か。面白いな、レモンさん。卒業生。風俗嬢と仲良くなっちゃった。あ、そうなんですか、いいじゃないですか。ここはちょっと大人の配信なのですね。そうなんですよ、意図してないんですけどね、いつもこんな感じになっちゃうんですよ。まあね、おっさん多いですからね。私も40、今年2ですしね。レモンさん私より上ですし、ティニーさんも一緒ぐらいですもんね。コムさんとか若いですけど、辻村さんもね、私より一回りぐらい。柳さんもジョーとパスワークを構築したことない。パスワークを構築。すごい表現やな。柳さんもまだなんか恋愛相談されたわ。あ、コムさん、すみません、関係ない話なんですけど。いやいや、ありがとうございます、スイさん、そういう質問してほしいです。いいですよ。いいですよ、で終わっちまった。スイさん真面目やな。結構ね、やっぱ軽い、まあショートリーンじゃないんでね。回答がひどい。回答がひどい。あのリーンなんでね、コメント戦関係ない話して申し訳ないです。いいですよ、ありがとうございます。ピファの話、そうなんですよ、そうなんですよ。最近お前それこういう仕事の客にするって言ったら真面目なんですって怒られたわ。そうなんすか。なんでごっこさん浅くて臭い。最近気づいたんですよ、私 FIFA のねこと全然話してないのがダメやなやって最近思ったんですよ。皆さんと配信、あの雑談が楽しくてね、
それで多分ね、なんやこの配信ってなって変えちゃうんですよ、多分。で、何でしたっけ、ペドリ。ああ、そうそうそう、ペドリ。ショートリンよりかはやっぱり。なんか人の気持ち考えてなさそう。ダッチさん、ダッチさん、辛辣ですね。奥さんの前で童貞談義してくださいよ。いやいやいや、それはちょっと怖いです。できない、それはちょっと。何でしたっけ。あ、そうそう、ペドリ、ペドリ。風俗配信と関係なくて申し訳ないんですけど、キムミンジェ排出は不具合ですか。あ、基本考えてない。あれでも関係ない話なので、ログイン本当に無理しなくても大丈夫ですよ。ログイン画面出てますよね、あれ、キムミンジェ。でね、FIFA のことですけどね、もう一つ気づいたことがあって、ゲームしながら FIFA のこと話するって難しいんですよ。考えないとできないんで、結構難しいんですよね。今更なんですけど。最近ペロリしてないです。ペロリってなんすか。ペロリってなんすか。神様様。お前の気持ちは仲良しにしか出さないな。そう。もう2枚出てるんですが、補填ないですか。ブルツさん2枚。そうです。あれ何なんですかね。なんで出してきたんでしょう。FIFA の話で申し訳ないのですが、 UT に対して持ち気が保てません。どうしたらいいですか。ヤギさん、それはね、もうね、試合するしかないんですよ、それ。フレームはするしか。うん、大して付き合いのない人がどうなろうとどうでもいい。ポロリ、キムミンジェ再排出したせいでコチトラコチトラ大損しちゃって、いいえ、ほんまにうらい。スイさん、話してすみません。仕込んでたんですか、スイさん。なるほど。うわ、やばい、3倍目。ラチオの気持ちは考えてるのにひどいな。フィーファの話ですみません。今日のおかず何にすればいいですか。ちゃうやん、ちゃうやん。ダッチさん、それね、戦績ゼロ、FIFA の話しちゃうやん。そうですね、豆腐サラダとかどうすか。水菜と大根と豆腐で、おかか、かつお。安い時に仕込んで6万で売ってたらよかったのに、朝起きたら1万8000で萎えました。うわあ、それはきつい。ワンピースカードにハマってから FIFA 離れが加速してます。そうか、猫さん、なんかワンピースカードの話ですいません。ワンピースご飯、ワンピースご飯、違う、ワンピースご飯じゃないね。ワンピースカードツイートしてましたね。白と、あ、塩と白ご飯。じゃあ、だってそっち？え？スジムさん、手や7枚、サンバ。7枚。間違えた、混ざっちゃった。手や7枚。手やも7枚出たんすか？もう、スジムさん、それはね、きついな。あ、でペドリの話なんですけど、私ハンターつけてやってるんですけど、やっぱりシュートパワーが弱い分決定力は気になるんですけど、でスペイントスピードもね、97までしか伸びないんですけど、まあ結構いいんですよね。ガビは SBC ではありません。バルではバルセロナの USB です。スイさん、いっぱい覚えていただいてありがとうございます。ただね、私ここ前ね、ペレ使ってたんですよ。ファイブバックのウィングバックなんですけど、やっぱペレね、守備下がってこないんで、やっぱバルベルデに、バルベルデじゃない、冷たくてしょげてる。バルベルデじゃない、だったペドリか、ペドリに変えて守備がだいぶね安定しましたね。フィルム並みを300円で買ったら値上がりして650円になりました、売り時ですか。フィルム並み、波のなんか、あ、フィルム並み、ナビ SBC じゃないんですか。ブンツさん、ブンツさん、ちょっと今週やばいですね。3連敗ですか。コムさん、そんなことないですよ。親しくなってきた証かもしれませんよ。
フィルム並み、ワンピースカードも結構値上がりするんですね。またもっと持ってたら上がるんちゃいますか、それ。わかんないですけど、利確するあれでもないですよね、それ金額が。ポケモンカードとかやばいですもんね。ワンピースもそんなになる可能性ありますよね。これはなんとか勝ちたいですね。よし。ラビは SBC ではないんですよ。おいおいおい。タッチさんそれあれやん。スイさんてか早いっすよね。CF 消化すんの。ほんま爆速消化でしたね。ラチオハキッと俺のこと嫌いなんだ。コムさん。ショックです。おい。コムさん僕がいるかもよ。あ、猫さん、猫さん優しいな。柳さんは同じ青い血が流れてるはず。青い血なんですか、どういうこと。あ、ミスした。もう心はディアブロなので20連戦しつつ勝ち配りしてさっさと終わらせました。心はディアブロ。正直ですね、横浜タイヤーズの血がね。いや、横浜タイヤーズ、なんすかそれ。横浜タイヤーズ、チェルシー。あー、そういうことか。そっかそっか、横浜タイヤのあれか、ユニフォームスポンサー横浜タイヤですもんね。そういうことか。ブリヂストンのタイヤ使ってます。雨って言ったらぶっ飛ばす。雨、柳さん、まあタイヤはそこまでね、やっぱ選べないです。関係ない話してすみません。はい。コッコさんはセリエ S だと誰が欲しいんですか。ああ。もう GTA やらないんですかね。やりますやりますよ、ダチさん。私、ちゃんと放置したりしてコイン貯めてますし、あの、格納庫買いましたよ。なんか格納庫ビジネス、格納庫？今週暑いんですよね。格納庫じゃない。弟の結婚祝いにサングラスあげました。あ、それ聞きましたよ。コムさん、それ。私もやりますよ、ダッチさん。みんな、泣き。もう一個あげた。もう一個あげた。コッコさんと同じく格納庫買いました。あ、本当ですか。GTA は面白いの？面白いっすよ。あとあれ買おうと思って、エージェンシー、今年じゃない、今週エージェンシーできるかどうかわかんないですけど、エージェンシーはずっと欲しいな。あの、何でしたっけ、ユマニテック車両の改良できるじゃないですか。エージェンシー買いました。あ、エージェンシー買ったんですね。なんかあれなんですよね、200万。トムフォードにディオールのも持っていかれた。嘘、マジで。あ、そうなんすか、持ってかれた。なんやろこれ、ちょっとやばいな今日。
コッコさん調子悪そうですね。やばいっすね。ちょっと FIFA サボってたせいですかね。フレまで流れ変えた方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。あ、でも今日はもうラチお腹良くしようよ。おお。あ、はい。あ、はい。あ、はい。嫌いだわ。こんばんは、犬の顔。ああ、カモさん来ていただいてありがとうございます。カモさんね、全然勝てないですよ。まあ、配信はね、楽しくさせてもらってるんですけどね。かばって。誰だ君、キリアン、かばって。レジェンダリーのスパイク装備すると良いらしいですよ。スパイク装備って何ですか。もう消えます。いきなりなんだ、誰だよ君。カバさん今日はそういうトーンですか。これはちょっとどうしたもんかな。ちょっとストライカーのリトリートやめて攻撃的にいきます。ドリブルで結構抜けるんですけどね、なんでかまあまあ点数がねボロボロなんですよね。ここもね普通にパス通るんですよ。雑なんかな、今の雑やんな。おお、嘘、今の。いた。うわ、嘘。マジっすか。いやー厳しいな、今のは止められへんのか。カバさん草、ゴバックなのに中央から攻めてますね。あー、私がってことですか。あー、そうそうか、ゴバックばっかり当たりますね。ねえ、もう今流行りなんでしょうね。でカウンターでやられてるのか。でもさっきのも崩されてないんですよね、やっぱり。もっとサイド使ったらなんか変わるかも。あ、わかりました。ダッチさんありがとうございます。今日 CF してて3分の2は5バック3分、まあ私もね3バックなんでね言えないですけど、これ4点はきついな。
ようやく行って541オースね、多いっすよね、攻めづらいんすよ、またこれがね。そんなに硬い541。そうですね、まあ私横横が多いっていうのもあるんですけどね、横横が多いんでやっぱ5バックちょっとやりづらいですよね。かんだ攻めが単調なんかな、こねすぎなんかな。こねすぎ、こねすぎか、タチさん。単調というか同じパターンだなというのは前から思ってますよ。そうですね、攻め手がやっぱ私ないんですよね、ティンディさんおっしゃる。541は一生キープできるから楽。あー、なるほど。全そうですね、落ち着いて。あんまここで話すと偉そうなんで控えます。あ、ラッツさん気にせず、ありがとうございます、ラッツさん。いえいえ、まず行ってちょっと時間が足らないですね。ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。今日から B 転売の記録をやめようと思うんですが、217日でプラスが。お、プラスが？あ、ティンさんやめるんですね。あれ、うわー、4連敗か、マジか。これはちょっと、なんと、引っ張るな、間違えた。ティンさん、引っ張るな。なんと。戦績ゼロ四。引っ張るな。まさかの。まさかの。750万超えでした。すご。すごいな、ティニーさん。すごいな。さすが師匠。や。マジな、やばいな。え、ブロンズだけでですか。T さん他にも多分細かい転売やってらっしゃると思うんですけど、ブロンズだけで750ですか。パック開封は8800パックでした。8800ブロンズって儲かるの。儲かりますよ、8800。
8000。桁が違う。ブロンズだけですね。ブロンズだけで、ってことはもろもろ入れたらもっと稼いでるってことですよね。腱鞘炎になりそう。確かに。ティンさんコンソールで結構向くんでしたっけ。危ね。検証炎すごいな。ブロンズ炎。ブロンズ炎。主にそうですが、仕事中はアプリです。こらこら、ティンさん、仕事中はって。8000っすか。私記録つけてないですけど、すごいな。もさやな。もうもっさもっさですよ。台風の合間に働いてる感じだね。ダブルダブル。この人のおかげです。猫さん面白い。本業が、本業がどっちになっ、逆転してるじゃないですか。すごい。使徒か。ほとんど使徒なんですね。やっぱりティーニーさんは使徒なんか。でもそれでも8800。8800か。一人仕事ってのもありますね。あ、そうなんですね。一人仕事なんですか、ティーニーさん。ああ。まあ、一人仕事だったらね。工場ですが、ほぼ一人で作業です。そうなんですね。すごいな、もっさもさですね。もっさもさですよ、もう。もうブロンズ、本当にブロンズ、ブロンズの師匠どころじゃないっすよね。いや、私もまあまあ稼いでると思いますけど、やっぱティーニーさんには勝てない。桁が違いすぎる。ブロンズ千人ですよ、もう千人か。確かに、あ、千人か。もう千人の家。もう空気吸う、かすみ食べてるんですかね。かすみの代わりにブロンズパック食べてるんじゃないですか。私の戦闘力は700。おお、すげえ。なるほど、私の戦闘力すごいなぁ。もう空気を吸うようにブロンズ向いてるんですよね、多分ティーニさん。ブロンズで抜ける境地に。それで抜きさ。それはまた違う。でもその8800を全部記録つけてたっていう方もね、正直びっくりしますよ、ティーニさん。まあ相手もです、私もですけど、ああいうなんかこぼれたところでなんかごちゃごちゃしてシュートって多い感じしますね。なんかね、やっぱり選手の能力のがこう S になってきて飽和状態やからあんなになるんかな。1日のプラス最高額28万。おお、すごいな。ほんまにな、ブロンズ戦に、ブロンズ戦人か。それ確かにいいかも。メッシでこねまくりました。10日だと150万です。10日でやりすぎですね。やりすぎましたね、それは。すごいな。
ティンさん、でもなんで、そうか、ティンさんコインパックするからか。ティンさんコインパック好きですもんね。さんでもそのパックのためにコイン貯めてるっていうのもあるんかな。ティンさんやっぱ好きですよね、パック向くの。最近はコインパックしてますね。ねえ、残り手持ち95万コインです。95万、結構使ってますね。そんなティンさんだって選手買わないですよね。そんな買ってるイメージないんですよね。今日の5試合終わりました。リーグアンでは3名買いましたが、リーグアン専用機なので買わなくてもよかったかなと。ああなるほど、今日の5試合 CF、 あ CF、 あ今日は5試合なんですね。辻本さん、ようやく1勝できましたよ。戦績1-4。疲れましたそれ違いますよ、多分違うことで疲れてるんですよ。3-2です。おお、いつも通り、いつも通り。私ね、もう縦も首がつながりましたね。あなるほど、ぬきさん確かに。え、07にはしてませんよ。違いますよ、もう辻武さん、違いますよ。ディアブロしすぎなんちゃいますか、それで疲れてるんですよ。07にマイナスって何ですか。07にマイナス、いい選手来ないんでつまんないです。ああまあ確かにね、辻武さんやっぱ結構ねえプロモを引いてますもんね。それでやっぱり当たらないのはちょっとやっぱりきついですよね。おお。戦績は変わらんと思いますが、ただつまらんす。つまらんす。わかります。やっぱ選手揃えたりするのもこのゲームの楽しさの一つですからね。やっぱ当たらなさすぎるとやっぱりね。でそのためのプロモパックやのに。プロモパックで当たらんっていうのがきついっすよね。まあ当たりすぎてもあかんのかもしれないですけど、まあこの GTA に逃げるってもんよ。ねえ。売り上げは今年高かったかもしれないですけど、FIFA ちょっときついっすよね。やってる側、ずっとやってる側からすると。ムバッペもだって去年と比べても倍ですもんね。値段がおかしすぎますよね。どんだけ、まあ、ティニーさんじゃないですけど、どんだけパック向かなかんねんっていう、どんだけピーせなかんねんっていう。売り上げに関してはでしょうね。ねえ、本当にトレ不可なのはちょっときついですよね。やっぱりせめてトレかなら、なんていうんですか、こうコインにできるじゃないですか。去年までやっぱり課金したらそのコイン化できたんで、その強い選手集められたじゃないですかね。それが今年ができへんから、それがやっぱり一番正直きついなとは。結局それで選手価格もどんどんね上がってますし。そうなんですよ、
ね、だからその課金してない側の方もやっぱり選手買えないから。うまいな今の。ありがとうございます、ワイメッシワイメッシのおかげですもん。今年は史上ひどかったですね。ねえ、これが来年も来たらちょっと、もうね、私来年は、まあ、結局やるんだと思うんですけど、来年はね。ただ勝っても面白くないっす。ああ、本当ですか。いろんな選手使って勝ちたいです。ああ、まあ確かに。何でしたっけ？ん？そう、来年、来季か、来作はサンバ、サンバもうサンバもね、よう出ましたね。サンバ ST 起用、サンバ ST 起用、そこ、そっち、そうなんです、来年は来作はか、もうブロンズそこまでやらんでもやめようかなとも思うんですよね。結局ね、スカットが全然、あと2枚でサンバイレブンで来てました。サンバイ11人、そんな出たんか、スイさん。なんか強い選手もちろん使いたいんですけど、結局ねスカットがね変えられないんですよ全然。私 Y からこの S のリーグワン来るまで本当に、2、3、4、5ヶ月スカッと変えられなかったですよね。で多分今ももう S 揃えちゃって、まあ、S5 はねシェイプシフターズとかもう TOTS がもうね、なんじゃっていうぐらいの選手が来るんであれですけど、やっぱねそのスカッとこう変えるのも楽しいからね、あんまりこうやりすぎても変えようと思ったら変えれたはず。 W、 あ、そうかそうか、変えようと思ったら変えられたな。ケミシステムは最悪ですね。あ、ケミシステムか、確かに、まあ、SBC はめっちゃ楽になりましたよね、まあ、それで SBC 転売が結構潰されましたけど、そうか、ケミの問題もある、あ、まあ、ケミの問題もあるかもしれないですね、確かに。まあそんなん言っても仕方ないんですけど、まあで結局やるんですけどね、来作もまあね、なんだかんだ言ってこのゲーム一番やりますからねやっぱまあ FIFA 好きは好きなんでね、なんだかんだ言いながら。ケミのせいで使いたい選手使えない、同じスカットばっかりの人ばっかりになりますね。確かにやれた、ばっかり確かにチームが今年結構重要になりましたよね、同じチームかどうかっていうのが。だからメタチームじゃないとスカットが組みにくいんですよね。がっかりですよ、がっかり、うん、まあ、それは結構あるかなと思いましたね。こっこりですね、こっこりぼっきり、ぼっきり、まあ来作に期待したいですね。来作がどうなるか、にょっきり、にょっきり、まあ、この加速度タイプは新しい風が吹いたなと思うんで、それをねまた調整して来季面白くしてほしいなっていうのは思いますよね。やっぱりイーフトじゃない、何でしたっけ、EA スポーツ、え、EA、何でしたっけ、 EA、 何でしたっけ、なんて名前なんでしたっけ、 EA フットボールか、
EA セックスです。かかこれ抜きさんもう抜きさん、そうか EA EA スポーツ FC、 EA スポーツ FC か。名前も変わるし、なんか大幅にこう何かが変わる可能性もあるし、まあ、何も変わらないかもしれないですけど。アイコンのね、こう特殊カードが来たりとか、そういうのは結構盛り上がってるなとも感じますしね。だからまあ、試しの、まあ、最終年というかでいろいろ試してるのかもしれないですけどね、EA も、まあ、ちょっとね、一番トレフカだけはやめてほしいですけどね。プロモのトレフカとか報酬もトレフカがやっぱ多いんで。目標ついにレベル30きました。おお、スクラッチさん、すごいすごい。切ってくれるんかな、違うんか。私ね、線足らないんですよ。どうしようと思って、今あるやつ全部クリアしても線足らないんですよ。1000ポイント。明日さ、トレフカは勘弁してほしいですね。せめてね、やっぱプロモはやめたってほしいなって思います。私も今作、前作は全く課金しなかったんですけど、今作はちょっとしたんですね。やっぱりして思ったのは、素材は手に入るんですけど、コインが増えないんでね、こうきついんですよね、やっぱり。私も今日30になりました。あ、本当ですか、ブントさん、いいなあ。あとね、ドラフトとかもやりました。ドラフトやりました。ドラフトシルバーもやりました。あと1000なんすよ。だから明日明後日でなんかね、1個来てほしいんです。1個でいいんで、なんかね、目標来てほしい。もう30諦めました。スイさん諦めたん。やれた。普通に。ブンさんおめです。いいな、ブントさんおめでとうございます。普通に横横あんなあっさり決められた。もっとシンプルに攻めてもいい。あと350ポイントです。あと350ポイント、Y さん。もう秒読みですやん。いいなぁ。やっぱりパックにします、私。あ、スクラさん、私もパックかなと思います。もし明日明後日目標なんか来たら。計算したんですけどね、センターピックで勝負しようかと思ったんですが、爆発的にダメな引きが多いと聞いたので悩んでます。ねえ、結構渋そうですよね。アルティメットまで保管しておける自信ないです。あ、え、マジですか。え、引かなきゃいいだけですよ、バイさん。なんか被らせましょう、それやったら選手を。そしたらバイさんもう必然的にパック向かないから。そうしてみます。
選手変えましょうか。モーメントやらなあかんのがきつかったでしょう。モーメント、あー星5個のやつ、私もあれねやらんとなと思ってるんですよ。あれめんどくさいですよね。モーメントは来作いらんよう、EA さんねえ、あれはもういいですね。私もまああってもいいと思うんですけど、あれを目標に入れないでほしいですね。なんとか盛り返してきましたね。やっぱり負け続けると勝ちやすくなる勝ちやすくなる感じしますね戦績に4、あと1試合させてもらいましょうかね。今日はなんとか 3-4 に戻して、盛り返した、盛り返してきましたよ。お、でももう12時ですね。よし、あと1試合頑張ります。まあでも何回も言いますけど、来作ちょっと楽しみですね。どんなことでどんな風になるんか期待半分ですけど、まあまあでもなんだかんだ言って今回もまあいろいろありますけど、やっぱ面白いですもんねこのゲームね。だからそう思うと、このまま殿様商売続けると離れると言いたいですまあ確かにそれはね、確かに辻本さん思います。まああれなんですかね、このゲームがっていうか、この FIFA がっていうよりかゲーム業界全体の流れなんかもしれないですよね。あの課金のやり方っていうのが、ガチャとか代わりのサッカーゲームがないからです。まあ確かに、まあ、コナミがねもうちょっといいの仕上げてきたら違ったかもしれないですけど、なんで切ったん。この方もしかしてあれですかね皆さんディアブロしたくて、これもしかして皆さんどんどん切ってるんですかねこれもしかして今日こういうの2回目ですよ。いつもと違う雰囲気が。中国とか人気、だいぶ人気ですもんねあれ。今のも多分中国か韓国の方の ID っぽかったですね。もうコッコさんがサカゲー作ってください。あ、これさっきと同じかったよ。またスクラさんすごいこと言うな。あ、また切られた。もうこの人せめて配ってよねせめて配ってください。あの人2回配ってくれた。私もう4勝4敗やったのにまあそんな合わないか。Welcome on what is a fine day for football. I'm delighted.
company here on the commentary gantry is Stuart Robson, and we have live action from the champions. 今日もまた同じ人やったらどうしよう。マークは一緒なんですよね。違うかな。確かに辻村さんがおっしゃってたように、左ムバッペの方が、私左攻めやから、あのロナウドよりボールが持てるから攻めやすいかもしれないですね。The starting lineup for Rockets. Marquinhos plays alongside Presnel Kimpembe at the back, and the tactical configuration has two players in attack from the very outset. A really top-notch piece of defending. I mean, let's face it, when Messi is on the pitch, you cannot take your eyes off him. What do you think he'll offer in this game, Stuart? Well, he's their leading goal scorer because his space awareness in tight areas is so good. He just has that knack of knowing where the ball will drop, and I'm not sure you can teach that. Can they force it? They do! And you've got to say the good value for the lead. So the action continues, and work to do for Wolves. Let's see if that goal has shaken them up.嘘、マジか、マジっすか。まあ2点差やったらね、まだいけるか。おお、いでいでいで、今のは決めたかったな。なんだかんだ FIFA がみんなをつなげてくれましたからね。そう、あ、感謝感謝。確かにおっしゃる通り、私スクラッチさんに会いたい。みんなに会ってみたいんですよ。できたらね、末永くゲーム付き合っていただきたい。もう老後までボケ防止に、みんなでね、ワイワイ年取ってもこうできたら幸せやろなって。わし、こくられた。入れられた。王珍坊様、あー、もぐ様。おー、重い重い重い。おー、なにこれ。毎日やってないとやっぱり下手ななりますね。ねえ、まあ、辻村さん疲れてるのもあるんちゃいますか。そのディアブロしすぎて。今めちゃくちゃ欲しいものがあって。あ、そうなんですか。心の底から楽しんでない感があるっすね。まあ、私もね、心のどこかにね、ディアブロがいるんですよ。正直な話。これあかんなって思います、正直。
プレバンの仮面ライダーの変身ベルト欲しい。プレバンのキリアーン、なんすかそれ。コグってもぎって、はいロナウド、はいロナウド、キリアンもぎって、どういうことやろ。サンバとテアでもういいかなって。サンバとテアで、あまあもう S 大人の変身ベルト、え、なんすかそれ。コムさんごめん、何の何、え、仮面ライダーの変身ベルトがあるんですか。笑い事じゃないっすよ W 変身やんちゃコム、え、どういうことやろ。コスプレか、あ、これ本当に欲しいってことそれが。な、それ何なんですか。コムさん、コムさん仮面ライダー好きな、え、ちょっと分かんなかった。無限アプグレ来たらまたやりたいっす。あ、本気で、本気で、うん、まあ、S 来たらね、もう S の選手強いんで、正直うふう、多分ここの誰も分かってないですね。誰も分かってない、値段も高い。え、何それ、ん？ちょっと待ってくださいね、コムさん。特撮好きだから欲しいんです。あ、そうなんですね。へえ。もう能力が TS 来て飽和してるから、まあね。正直そんなもう、なんていうかね、あとはまあ S でも結構最後まで使えるから、まあこれから S より強い選手バンバン出ますけど、まあまあ去年もね S でも黙ってはコムッペに手厳しいなからのんびりやるのもいいんかなとも。私もなんかそのこのね、ムバッペが一つ目標やった泣きたいところもあって、まあ転売もねちょっとブレーキ、ブロンズも一回もセーブしようかなとも思ってるんですよねと言いつつやってそうですけどうわ、辻ムーさんそう言うときは自分がしたいサッカーしましょう。ああ、なるほど、まあ、好きにやるのもまあなんかもっとフレーマとかでもいいんかなと思う。フレーマしたりね、やっぱフレーマが楽しいこのゲームね。からまあ CF もやっぱ報酬欲しいんで出ないとっていうのもあるんですけどね、正直は。辻ムーさんには優しいな、コムよ。くだ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 、まあでもね、この CF のね消化が大変っていうのはね、やっぱりなんとかしたいなっていう。コムアイ、なんかカップ戦みたいにもうちょっと試合時間こう短かったら楽かなとも思うんですけどね。まあでもそうすると戦術の幅とかが、プレイオフしてますが5バックばかりですね。あ、そうです。あ、え、神様様プレイオフしてるんですか、熱あんのに。大丈夫なんですか。かばってにも優しいやん。辻ムーさんとはドリブルとパス対決だから。あと2点。ムバッペやっぱあれですね、フォトムーよりも決定力がやっぱ全然違いますね。決定力と
あとはその、まあ、構築者つけてるんですけど、フィジカル、ドリブルも全然違いますね。パスも、私鈍感ですけど、やっぱ違いが分かるぐらい違うな。2-2 になりました。お、おあいさん。いいっすね。違いの分かる男。ラマダなんかちょっと、うん。やっぱりいいかも。全然違うかも。さっきコッコさんと同じタイミングでラグが起きたので今日早めにします。本当ですか。Y さん、チスチス。もしかしたら EA サーバー側のモグさんチス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 かばってとは真面目に試合したことないからしたいな。あ、そうなんですか。カバさん強いっすよね。この前はサバ落ちした。コム君にはかなわないわ。サーバーやばいかもしれないので今日早めにします。没収試合とか切断負けにされたらたまらんす。確かに私サバ落ちだけにあと1試合やめろ。真面目にかばってこれでもう今日は終わりにします。今の決められない。あそこまで丁寧に繋いだんですけどね。かばってには勝てない。よし、あと1点。ナス、ナス、少しでも体調のいい時にしておこうと思います。消化したいです。あー、スカットごつい。もうね、コインの力で勝つんです。やられたやられた。もう仕方ないですね。あれは仕方ないです。時間なかったんでプレス行ってそれかわされたらもうそれは負けですから。来た、まだある、まだある。あ、嘘。あー、惜しかった。今の惜しかったですよね。左足か、左足か。いやー、今の惜しかったな。いやー、負けちゃった。26か、25か。いやー、厳しいな。まあ仕方ないか。うわー、まあでもこんなもんすかね。ちょっと厳しいな。ちょっと見とこう。これもやったんですよ。これも。こんばんは。こんばんは。ここからもっといけますよ。あ、ありがとうございます、かしさん。これなんでしょう。ああ、これはあれですもんね。SBC ですもんね。ありがとうございます、かしさん来ていただいて。これか、モーメントのやつね。5つ。
悔しい。悔しい。だが、それでいい。まあそうっすね。ちょっと浮ついてたかもしれないですけど、やっぱりね。これもあるんか、カップ戦。うん、これもやってもね、1000ポイント足らないんですよ。1000ポイント。このシルバー。モーメントちゃんと全部やりましたよ。あ、本当ですか。すごいな、Y さん。あと1000ポイント足らないんですよ。あと6000ですよね。シルバースターズとかでもありそう。シルバーもやったんですよ。これやったんです。次の。次、あ、そうかそうかそうか。ティーニーさん。ありがとうございます。そうかそうかそうか。これ4日後。ああ。そっかそっかそっか、ティニーさん。いや、ありがとうございます。明日なんか来ますから大丈夫です、ね。あ、よかったよかった。なんとかなりそうですね。そっかそっか。希望持てる。ああ、嬉しい。なんとかなりそう。とりあえず、このスターはやっとこうかな、これ。知らんけど。知らんけど。まあ、確かにね、来ない時もありますからね。まあ、先週、プレイオフのやつも来ましたもんね。だから、なんとかなるかな。あとは、あれなんですよ。私まだね、ディビライも終わってないんですよ。大丈夫大丈夫。ディビライもね、まだランク1なんですよ。ここ、ま、だなんか救済的なものあるかも。あ、そうかそうか、そんなんもあるかもしれない。あと27試合、うわきついなあ。あ、17試合か、いけるかな。ちょっとね、これもなんとかしたいなと思ってますもう忙しいですね。まあでも嬉しい悲鳴ですけどね。やりたいことがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。皆さんと、ね、私あと一つ買ったらエリートですが、いけなさそうです。いやいやいや、ワイさん、ワイさん、それまたダメですよ。それマイナス発言ですよ。それワイさん、そういう時はあと一つなんで、私を言うでエリートですって言って、私をディスってくださいよ。私もエリートですよってワイさんよし、じゃあ皆さん今日はこの辺で終わりにしましょうかね。厳しいな。Y さんのね、ネガティブ発言にはね、もう厳しくいくって決めたんです。もうポジティブに全部変えていきます、Y さん。すいません、今日ちょっとね、FIFA のちょっと悪口というか文句みたいなの言ってしまって、ちょっとお疲れ様でした。あ、神様様ありがとうございます。体調早く治されてね、もう夜も遅いんでね、しっかり寝て体力つけられて。早く良くなってください。お疲れしたした。あ、Y さんもありがとうございました。まあでもこの、さっきスクラッチさんがおっしゃってたようにね、このゲームのおかげで、いろんな方と知り合えてね、こう、楽しい時間を共有させていただけてるっていうのは本当にありがたいなと思ってます。まあまた、皆さんともフレアはしたりね、また別ゲームもね、ティニーさんにもちょっと今日、LINE じゃないわ。何やったっけ、ツイッターでしてましたけど、やっぱり、楽しかったよ。ね、いろんな交流したいなと。改善してほしいな、だからセーフです。あ、本当ですか、ワイさん、ありがとうございます。そうですね、スクラッチさんまたやりましょうね、なんか。スクラッチさんとも他のゲームやりたいんですよ。ちょっとスト6は、あ、スイさんありがとうございます。お疲れ様でした。スクラッチさんもありがとうございます。スト6はちょっと高いんでね、あれですけど。なんだこのゲームは。って言い始めたらセーフです。確かに。まあでもこのゲームでやっぱり皆さんとのつながりってもあるんでね、まあ細々とでもがっつりとでも続けていきたいなっては思ってますので、来作もぜひ、まだ早いですけど皆さんよろしくお願いいたしますじゃあ今日も皆さんと楽しく配信できました、ありがとうございます。また明日も続きやりますので、よかったら来てください。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。来たる作も何とぞ、ね、ぜひ。お疲れ様です。会長さんありがとうございます。ブッツさんもありがとうございました。 Y さんもありがとうございました。失礼いたします。